はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日はですね、9月の28日月曜日でございます。皆さん、9月の28日といえば、そうですね、東京ディズニーランドの新エリアが本日オープンします。おめでとう。ジョマジはですね、ちょっと今から仕事なので、ちょっと仕事前にね、軽くこの辺散歩しようかなと思って、今ですね、こちらディズニーランドホテルのね、近くに来ております。でどうやらですね、舞浜駅からこのディズニーランドに向かう途中にですね、なんと新エリアのですね、ポスターが登場したということで、今からですね、早速それ見に行きたいと思います。こういうロッカーとかの前にですね、アトラクションとかのこういうポスターがあるんですね。でどうやら今日の朝ですね、もうこのポスターが新エリアバージョンのものがね、登場してるらしいですから、今からね、ちょっと探しに行きたいと思います。ちなみにですけれども、ちょっとジョマジまだね、どこに場所あるのか分かんないんですね。なので今から一枚一枚探していくんですけれども、とりあえずここら辺にはなさそうですね。はい、今日はね、ちょっとこのために30分ぐらい早く起きて仕事前に来てますから、できる限り早くね、ちょっと探したいと思います。遅くなっちゃうとね、ちょっと遅刻しちゃうかもしれないですから。この辺であるのは、ここのロッカーのあたりとリゾラのね、下ですね。であとはボンボヤージュの前ぐらいにもありますので、ちょっとそっち見に行きたいと思います。お、これですね。意外とすんなり見つかってよかったです。でここに時計台みたいなのがあるんですけど、すぐ近くですね、こちらにありました。まずはこちら、ベイマックスのハッピーライドのポスターです。めちゃくちゃ可愛らしいですね。トゥモローランドにできた新しいアトラクションとなります。結構遠心力がかかるアトラクションですのでね、なかなか振り回されるような感じなんですけれども、絵でもね、再現されてますね。一応ジョマジはすでに1回スニークで乗っております。よろしければね、そちらのライド映像は投稿してないんですけれども、感想の動画ですね、投稿してありますので、そちらご覧いただければと思います。もう違いますね。いや、可愛らしいですね。なんかこのうちの一つ、隠れミッキーとかありそうですけど、ちょっと探しちゃおうかな。まだ意外と時間あるので。ダイハツがあれなんですね、スポンサーなんですね。ちなみに昨日の夜も見に来たんですけど、昨日の夜はなかったですね。本当に今日の夜の間にチェンジしたんだと思います。はい、ということでこちらがですね、ベイマックスのハッピーライドです。トゥモローランドにできた新しいアトラクションのポスターでした。ですぐ真隣にですね、こちらビーストキャッスルのアトラクション、魔法の物語のポスターがあります。こちらが魔法の物語のポスターです。ファンタジーランドにできました新アトラクションとなります。今日も仕事終わったらですね、パーク駆けつけますけれども、もしかしたらね、エントリー受付当たるかもしれませんからね。いや、とっても楽しみです。ぜひね、初日を当てたいですね。ちなみにスニークで一応もうすでに2回乗っています。奇跡的に2回当選しました。すでにめっちゃ運がいいなと思います。今日も当てたいな。ベイマックスのハッピーライドのポスターとは違って、めっちゃなんかおしゃれですね。ベイマックスのハッピーライドのはなんかポップな感じですけれども、こっちはなんかロマンチックなね、そんな雰囲気を醸し出してますね。10人乗りのですね、乗り物に乗って、これも結構ね、上下回転するアトラクションにはなりますけれども、これに乗ってですね、美女と野獣のストーリーを巡るアトラクションとなっております。
ビーストキャッスルがあります。はい、ということで隣り合わせであるのでね、ぜひ探してみてください。それではちょっとジョマジャ一回仕事なので行きたいと思います。まあ、基本的にアトラクションのやつしかないので、ミニーのスタイルスタジオとかのポスターはなさそうですね。ベイマックスと美女と野獣だけって感じです。はい、ということで本日はですね、今日新エリアがオープンしますけれども、そのオープンにですね合わせて登場した美女と野獣魔法の物語とですね、ベイマックスのハッピーライドのポスターのご紹介でした。めちゃくちゃね可愛らしいですからね、ぜひ皆さんも探してみてください。ということで今日はですねこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョムジでした。バイバイ。